私は今長崎市浜の町に来ています。今日はここで国勢調査の PR イベントが開催されています。そう、今年は5年に一度の国勢調査の年です。ご存知でしたか？広報2課は県民に分かりやすくかつ有意義な広報番組を提供するため、自らレポートし自ら伝えるメンバーを集め、特別に編成されたプロフェッショナルの広報集団です。国勢調査とは5年に一度実施される日本で最も重要な統計調査であり、この結果は国、県、市や町の各種施策に利用される基本資料となります。この調査は日本に住む全ての方が対象です。回答方法はどうなっていますか？はい、回答方法はインターネット回答と紙の調査票で回答し、郵送か調査員に提出する方法の3通りあります。9月14日から9月30日にかけて、感染予防のためマスクを着用した調査員が全世帯を訪問し調査票を配布します。県ではコロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけインターネットによる回答をお願いしております。住民票があるのにどうして国勢調査をする必要があるんですか？はい、住民票だけでは住民票を移さず転入してきた学生や単身赴任者などが把握できません。また住宅の状況や仕事の状況などの情報も得ることができません。各種施策を進めるためには、実際に住んでいる人の世帯の現状を正確に把握しなければならないため、国勢調査は必要です。そこで注意していただきたいのが、国勢調査の調査員を語り個人情報を騙し取ろうとする事件が発生しております。調査員は顔写真入りの調査員証を持って調査をしているので、不審に思われた際は地元の市役所や町役場、もしくは警察にご連絡ください。国勢調査は公正で効率的な行政を行うために必要な調査であり、法律で回答が義務付けられています。ご協力をよろしくお願いします。そのようにとても重要なものなので、広く県民の皆さんに国勢調査を PR しようと、このイベントが開催されています。ところでこちらのキャラクターの名前は杉さん。長崎市出身で近代統計の祖とも言われ、国勢調査の実施にも尽力した杉浩二氏がモデルです。この日会場では国勢調査に関するパネル展示のほか、インターネット回答の体験も行われていました。私も体験してみたいと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は会場に設置されたタブレットで体験しましたが、実際の国勢調査では自分のスマートフォンやパソコンから回答できます。順番通りに簡単な質問に答えていくだけなので、特に難しいということもありません。とても簡単ですね。そうですね、全部で16問あるんですけれども、一人暮らしの方ですとだいたい10分ほどで回答ができますよ。はい、今回の国勢調査はインターネットでの回答をおすすめします。ただいま長崎県では国勢調査について広く知ってもらうために、豪華な商品が当たるクイズを実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。みんなの暮らしを良くするための調査なので、スムーズに実施されるよう僕たちもできるだけ協力したいですね。インターネットでの回答は思ったより簡単そうなので、私もぜひやってみようと思います。では今回の内容をもう一度確認という方は、長崎県のインターネット放送局ヨカテレでチェック。